はいどうも、ネグロスです。さあね、今回もブリワイ完結編やってみましょう。ドクル試練の祠はあと2つ。そのうちの1つはね、前回言った通り、赤い月の来た時にやる試練の祠で、まあ、それを除くとあと1個、このマップのどこかに1つあるらしいです。じゃあ、最後の出番、風の噂さんに、助けてもらおうか。マジでない。どこ？あと1つ。やってない祠があるらしいよ。どこ？風の噂さん。頑張ってくれ。あ、待って。なんかバグやわ。これないわ。一個、白の祠バグで消えてるわ、これ。ないわ。どこマジで。個人的にアッカレとかさ、この辺が怪しいかなって思ってるけど、この辺も、できてるんよな、試練の祠。ああ、風の噂さんが最後に囁いてくれた。ここら辺にあるらしいですぞ。行ってみましょう。試練の祠探知してる。この真下かな。おそらく谷の下なんじゃないかなって思うけど、雨が降ってくる。あっ、ここが最後の試練の祠か。到着ですね。なになになに、チュチュさん到着。ツドゥドゥバンダの祠。コツコツと、コツコツと、どういうことかな。多分あれ、あれってビタロックで止まる？あ、これは止まらないと。止めて。あ、そういうことね。そういうことね。オッケー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 。これを何回も繰り返して、コツコツとやっていけってことかな？えげ！なん、もうちょっと、ファイヤー！あとちょっとあとちょっと！早く早く！解除される前にもう一度ーナイス、オッケー、ここが開いて、まあ、これでクリアではないでしょう。ここでクリアか。なんかこれ、怪しいな。ここ登ってあっちなんか行けそうじゃない？頑張ったら。じゃあやめとこう。こっちなんか仕掛けあるけど、とりあえずここは飛んでみよっか。行き過ぎたりしない？あ、ちょうどいい場所乗ってくれました。ちょうどいい場所乗ってくれましたわ。まあよくわからんが、クリアー。克服の証、19個目。さあラストの写真、これどこよ。これなんかね、南側だったような気がするのよね。でもわかんないよね、あんなの。この辺、いや、わからん。だって、ヒントも何もないでしょ。ちょっと、管理士さんに聞いてみようか。管理士さん、ちょっとヒント教えてくれないっすか？門を見つけたよだな。顔見ればわかるよ。昔はこの門行き交う人がいただろうな。ああ、やっぱさっきのさ、イラストの中の、どこや？この門か。この門の場所を教えてくれたけど、ここを教えてくれる人はいないのかな。でもなんかね、南だった気がするのよな。ちょっとこの辺、展望の丘ら辺、ブラブラ、いや、この辺ではないか。この辺ブラブラと行ってみる？この、ダライト神に行ってみるか。あ、なんか、ガチでこの辺な気がする。ぽくないだって、あ、痛い。ぽくない、なんかね、南側やったの覚えてるよな。ないっすか、でもこんな感じじゃない、ないっすか、記憶。ありそうありそう、全然ありそう。全然ありそうよ。これでしょ、ありそうありそうありそう。絶対ここ、絶対ここ。来い、記憶の光を来い。こんなーい、あ、こんなーい、ここじゃないよー。あ、こんなーい。あー、
光ねえわ。ここと思うけどな。違うのか。あ、てかここ綺麗ね。ここの平原すごい綺麗やわ。何平原でしょう。わからないけど。ちょっとここと思う、多分、ダライト、真理。もうちょっと探索してみるわ。なんかね、もう俺の考えてる。多分ここ。こっちでもないか。こっちもバーボブの木が生えてるもんね。こっちまで、ちょっとやってきたけど、こっちでもないか。この樹海行ってみるか。でも樹海ってほどの、モリモリはしてなかったけどね。なんかちょっと、雰囲気は、ぽいけど、あれなのよな。周りに遺跡がなかったからさ。遺跡なんてものはないよね。岩と木しかないよね。あ、でもここも岩と木しかないか。ここじゃ、ここ。ここじゃないか。わからん。あの、こっち入ったらもう全然違うよね。こっちから完全に樹海やわ。真ん中に道があって木が生えてる場所でしょ。時の森？ここら辺？ここも全然ありえそうやね。行ってみるか。ジャングルもじゃもじゃですけれども、もじゃもじゃってほどでもないか。林っぽいけど、周りに石がないんで、岩っていうか岩肌？わからん。あ、ここじゃない？モルセコ。ここでしょ。ここもちょっと違うかな。ジャングルはあるけど、こんなね、オープンな感じではないからさ。あ、でもここじゃない？あ、ここっぽい、ここっぽい。ぽいぽいぽい。ぽいぽいぽい。お願い、頼む。記憶のかけらあってくれ。ジャングル抜けちゃうよ。ないの？ちょっと、風の噂、力を貸してくれ。どうやら、風の噂くんによると、この先にあるらしいよ、と教えてくれました。あるのかな？そう、こんな場所にね。いや、わかんねえよ、これは。これはわかんねえよ、こんな森んところって。いや、ヒント薄すぎでしょ、これ。リンゴの木しか、目新しいものないしさ。目新しくもないか。なんかおるよ、左に。なんか出てこようとしてるよ。
すごい BGM が。12枚の写し絵の場所すべて見つけた。え、全部見つけたらあんななんか変な BGM になるんか。そして、出てこいよ。ほほほほ、出てこいよ。これラッシュ取れなかったよね、確か。あ、真空波。そしたらヘッドショットでダウン取って、あ、ダウンは取れないんか。ライネルと違ってタフいいね。はい。はい、はい。オッケー。バナナー。そしたらインパさんの元帰ろっか。こんにちはーす。インパさん。お久しぶりです。おー、そなたか。どうした？何？ついに12枚すべての血を見つけ出したと。うむ。そなたに最後の思い出の地を教える時が来たようじゃ。実はあの、このことは最後に教えるようにとゼルダ様に託されておったのじゃよ。この絵が最後の一枚じゃ。どうじゃ、見覚えはあるか？ありますね。この村からなら半日もあればたどり着ける場所のはずじゃ。このインパ、心の底より強く願う。ゼルダ様の思いをしかと受け止めてほしい。なんでパーヤさんはこんなに、しょぼーんってなってるのかい？寝不足かな？はぁ、リンク様、パーヤ様がいなかったばかりに宝珠が、あ、これ報告してなかった？じゃないでずっと暗いままやった。危ねえ。え？では、あの宝珠は無事にお役目を果たしたのですね。もちろん。よかった。どういった形であれ、私たちを守ってきた者がリンク様のお力になれたのであれば、これほど嬉しいことはありません。これからもリンク様に古の神々のご加護が ありますように。お金ちょうだい、お金。300ルピーぐらいちょうだい。あー、去っていったー。え、ちょっと待って、今バイオハザードしてる。ちょ、試練の方から出てきてる。ちょっと画面ラグい。ちょっと待って、今バイオハザードしてんの。ちょっと待って。はーい。ちょっと待って、コントローラーどこ行った？あった。試練の方から出てきましたわー。今日は赤い月なのか？月が見当たらないけど。まあいいや、ミッタ・ロキの祠。力の試練注意さんですか。表紙だけ威力10にアップ。お、これ、結構いいよ。ちょっと氷の武器なかったんで、いいぞ。これで30種揃ったね。表紙の剣、ライデンの剣、火炎の剣。30種揃ったわ。いいね。ここがなかし、20個目。とうとう、すべての試練を克服されましたな。我々、同士の役割もこれですべて終わり。真の勇者の証を授けましょう。忘れられた神殿に向かうのです。同士からの褒美、ミニチャレンジ。ミニなのか、これは。さあ、褒美というものが出ておりますよ。真ん中から開けていきまーす。いぶきの勇者帽子。そして、いぶきの勇者ズボン。いぶきの勇者服。ミニチャレンジ同士からの褒美、コンプリート。それじゃあ、着てみようか。このいぶきの勇者服ってね、なかなか着れるものじゃないからね。タンクトップに短パンはダサい。さあ、空の彼方には赤い月。そしてこの辺に最後の記憶があると思います。どこかな？朽ちたガーディアンがすごいあった場所であるとは思うが、まあ、この辺では間違いないと思う。あったあった。これか。
ラストの記憶。姫、ご無事ですか？あなたたちにお願いがあります。この人を海星の祠まで連れて行ってください。急いで、彼の命が燃え尽きてしまう前に。あなたは100年前の私との思い出を、そのすべてを取り戻してくれました。私はここでハイラルの城で待っています。あなたが厄災ガノンを打ち倒してくれる日を。